はい、どうも今回のご視聴ありがとうございます。SAO リコリス、パート4をやっていきたいと思います。今回もね、ご視聴よろしくお願いします。ということで今回は、ザッカリアの街に向かうということで、今からね、ザッカリアの街に向かいたいと思います。ん、なんかあるね。間違えた。これはなんだ？ほう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 。推奨レベル6。うん、勝てるっちゃ勝てるな。お、パレット。ここでまあ装備ができる感じですね。ソードスキルとか。うん。まあとりあえず今、2個しかないんでこれ無理なんですけど。で、これもないですね。あ、遊女なんだろう。スキルマップとかあるね。あ、ソードスキルとか、あ、なるほど。覚えるのね、ここで。ほーん。ああ、キリトがレベルアップ。敵を倒す戦士像の試練を乗り越えると、まあ、増えていくと。なるほど。アタック、ディフェンス、これは何だろう。ガードかな。バファリングか。なるほど。アタッカーでじゃあ、覚えました。で、こっから分岐ですね。緊急回避覚えよう。まずアタッカーをちょっと増やしたいよね。マップフィールドやダンジョンには宝箱が置いてある時がありますと。ほう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 。システム。システムはね、まあいいか。クエストとかはどこでサブにできるんだろう。あれからですね、ちょっとレベル上げを今したんで、ちょっと多少強くなったかな？なんで、ちょっとそろそろ進みたいなと思います。動画ではカットしてると思うんで、レベル上げのところは。よーし、行くぜい。初ザッカリアの街ですね。楽しみだ。見えたか？まだか？キリト？どうかしたの？今、
何か聞こえなかったか？獣の鳴き声みたいな。あ、本当だ。確かに聞こえたよ。ここからそう遠くはないみたいだね。行ってみるか。たかが獣と侮るつもりはない。しかし挑んでくるのならば容赦はしない。風であろうとひるむものか、オルティナノスの剣撃いかなるものかを知るがいい。大丈夫かい？余計なこと。私一人で十分だ。いくら君が強くてもこんな数を相手にするのは危険だぜ、お嬢さん。ごめんね、こいつ言い出したら聞かないんだ。好きにするがいい。だがそのふざけた呼び方を今すぐ改めろ。なら教えてくれ、君の名前は？私の名はメディナ。意志を継ぎ戦うものだ。バトルです。おっと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 、いきます。V 破壊はないですね。あー、余裕余裕。レベル差は結構ありますね。うん、いけるいける。勝った。意志を継ぎ戦う者、クリアです。大丈夫か？二人とも。僕は平気だよ。メディナは？ムカつく。え？助けてくれなどと私は頼んでいない。とは言ってもさっきの状況に一人で挑むのは無謀だと思うぞ。無謀と思えるくらいの試練でいいんだ。そうでなければ何のために剣技を磨く旅に出たのか。剣技を磨く旅？ひょっとしてメディナも剣士なの？どうでもいいだろう。もしかして行き先もザッカリアだったりして？うん、当たっているみたいだぞ。勝手に推測するな。もしメディナもザッカリアを目指しているなら、これ以上話すことはない。どうする、キリト？この道の向かう先はザッカリアなんだろ？だったらせっかく目的地が同じなんだから。なんだ、一緒にザッカリア行かないか？私にはやるべきことがある。貴様たちとのんきに旅をしてはいられない。僕たちにもやるべきことはあるよ。なあ、別に旅を楽しくするために一緒に行こうってわけじゃないさ。一人で旅をしていたらまたさっきみたいな状況に陥って危ないかもしれないだろ。けど同行者がいれば少しは安全なんじゃないかな。しかし目的は違うかもしれないけど、ザッカリアを目指すまでは協力できると思う。お互いの目的を果たすためにもそれが賢明じゃないかな。そうだな。ただし条件がある。なんだ？余計な詮索はせずザッカリアで別れる。そして道中は私の行動に口を挟むな。獣を相手取り剣技を磨くことも私の目的の一つだ。それを邪魔されるわけにはいかない。分かったけど無理はするなよ。貴様らの指図は受けん。私は私のやるべきことをする。指図するつもりはないさ。短い間だけど仲間としてよろしくな。仲間だと？よろしくね、メディナ。
本当にこの者たちは一体何なんだ。ムカつく。がここで死ぬわけにはいかないのも事実だ。私にはやるべきことがあるんだ。はい、ということでね、新しいパーティーも、入ったことなんで行きましょう。何かね、目的があるっぽいですけどね、この子。まあいずれわかるのかな。あの人どうしたんだろう。助けないと。急ぐぞ。うん。大丈夫ですか。ああ、助かったよ。しばらく何も飲んでいなかったから。一体なぜそんなことになったんですか。どうしても行かなければならない場所があってね。遠出になることは覚悟していたが、気づいたら体力も限界で、ご覧のありさまというわけだ。そこまで無理をするなんて、一体どこを目指していたんですか。昔、花畑として使われていた場所だよ。前はそこで採れる花が祝い用の花束として使われていたんだ。では誰かに渡すために。ああ、娘が結婚するんだ。本当は商人から買う予定だったんだが、平民には高すぎる値段でね。そんな時にたまたま昔に放棄された花畑の話を聞いて、こうして取りに来たわけだ。だとしても無茶しすぎですよ。そうだね、昔からそうなんだ。娘のためとなると後先を考えずに行動してしまう。まったく父親失格だね。娘にも怒られてしまうよ。いや、確かに心配はするでしょうけど。そんなことはない。あなたの考えを知れば娘さんも必ず理解してくれるはず。メディナ。そうかな、だといいんだが。とにかく家に戻った方がいいですよ。いや、ダメだ。花畑を見つけるまでは帰れないよ。しかし、花畑まではそう遠くないはずだから、あとは花を摘んでまっすぐ帰るだけだ。だったら僕たちも一緒に。気にするな。君たちにも目指すべき場所があるんだろ。ありがたいが、それを邪魔するわけにはいかないよ。
かりました。街道からそれないように気をつけて。ああ、ありがとう。大丈夫だよね。本当は家まで送るべきなんだろうけど。目指すのはザッカリアだ。そうだろう。うん、そうだね。男の人を見かけませんでしたか？もしかしてさっきのおじさんのことかな？見かけたんですね。ええ、ついさっきのことなんですけど。やっぱり花を探すために。父さんたらそんなことしなくていいって言ったのに。父さん、それじゃあなたは。はい、娘です。父さんを探してここまで来たんです。花畑を目指していると思って急いで来たんですが。花畑はここから近いと聞きましたよ。すぐに会えるはずです。確かに距離はそう遠くありません。ですが花畑そのものに問題があるんです。一体どういうことです？その花畑は人里から距離があるため獣たちが住み込んでしまい放棄されたと聞いています。多くの獣の中には凶暴なものもいるそうなのです。ですが父さんがそのことを知っているとは思いません。大変だ、追いかけて引き止めないと。うん、今なら獣に襲われる前に追いつけるかもしれない。しかしそんな危険なことに見ず知らずの方を巻き込むなんて。問題ない、私たちは剣士だ。メディナ、手伝ってくれるのか？もちろん剣技を磨くためだ。獣も多くいるみたいだしな。貴様たちのようなおせっかいとは全く違う。なあ、ありがとう、メディナ。ムカつく。なぜそこで礼を言う。それじゃあ急ぐぞ。よし、では救出に向かいましょうか。こっち？ああ、こっちから上がるのか。もう日が沈んできたね。うわ、カエル、でっかいカエルいるし。収集もしていこう。
わすごいな広っ。あ、橋があるね、橋が。よいしょ。オッケー。これ壊せんのかな？あ、壊せないね、これは。はい、ちょっとファストトラベル。セーブしとこうか、ちょっとね。こっちだね。いた、間に合った。やばい、結構強そうだぞ。問題はない、一匹残らず蹴散らしてやる。え、なんか目覚めた。死ぬ気で来い、私が相手だ。待って、メディナさんめちゃくちゃ強いの、もしかして。メディナさん期待するぞ、俺期待しますよ。あ、ミスった、ミスった。やば。いけ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 。この隙がね、やっぱね、ちょっと。あれですね、隙が危ない。オッケー。お、連携来た、連携余裕ですね。まだこの程度か。怪我はないか？ああ、ありがとう、お嬢さん。無事で何よりだ。本当にありがとう。君たちが来てくれなければ、二度と私は。感謝の言葉なら、彼女に伝えてくれ。なんでお前がここに。心配で追いかけてきたに決まってるでしょ。私、父さんがいなくなったらって考えたら。ああ、すまない、本当に。またこうしてお前に会えてよかった。メディナ、私は先に行っている。僕たちも行こうか。まあ、そうだな。それじゃあ二人とも気をつけて。君たちも旅が無事に終えられるといいな。ありがとうございます。待っててくれたんだな。勝手に言ってもすぐに追いかけてくるだろう。それに同行を許したのは私だ。責任が私にもある以上、ザッカリアまでは共に行く。そこでお別れなんだよね。
そういう話だったろ。でもメリナも剣士ならザッカリアの剣術大会に行ってるんじゃ。詮索もしない。これも約束したはずだ。そうだね、ごめん。では行くぞ。さて、では行きましょう。この赤は何だろう。拡大、休憩できる場所。あ、焚き火がやっぱなんか関係あんのかな。その説明が多分今から出んのかな。ああ、いっぱい歩いたな。お腹も減ったし、さすがに疲れてきた。それに、空も暗くなってきちゃったね。なんだ、情けないな。私はまだまだ平気だぞ。まあ、歩けないってほどじゃないけどさ。友情、ザッカリアってあとどれぐらいだ。え、君まさかとは思うけど、地図読まずに歩いてたの。いや、友情がいるしなんとかなるかと思ってさ。君ってやつは。まあいいや。そうだね、まともに歩いてあと半日はかかるよ。なるほどな。このまま夜通し歩くってのも無理があると思わないか。私は歩ける。なんなら一人で構わない。いや、女の子が暗い道を歩くのはちょっと危ないんじゃない。さっきみたいな獣がいるかもしれないし。っていうか、どうしてそんなに先を急ぐ必要があるんだよ。急いではいない。私は武術修行のようなことをしているだけだから。なるほど。じゃあこの辺りでキャンプ、あ、いや、野営しようぜ。野営？なぜそうなる。いや、お腹も空いたし、夜になったことだし、朝までゆっくり休んでから動いた方がいいと思ってさ。キリトはお腹を満たしたいって気持ちがほとんどでしょ。まあ僕も空いたけど。そうだろ。よし、セレカがくれたパンと干し肉使って晩飯作ろうぜ。あ、ちょうどもう一人分ぐらいあるし、セルカ特製調味料も入ってる。おい、私を無視して話を進めるな。第一、出会ったばかりの男どもと野営など。メディナ、さあ、私の言うことに従え。するわけないだろう。あ、メディナ。そうだよ、キリト。女の子に対して繊細さがあまりにもないよ。いや、メディナとは離れて寝るし、別に問題ないだろう。私はもう行く。
なんでだよ。行くと言ったら行く。お前たちと共にある理由がない。大丈夫？やっぱりさっきの戦いで疲れちゃったのかな。あ、ちょっと待っててくれ。水取ってくる。ムカつく。メディナ、ほら飲んでくれ。ありがとう。お礼言えるんだ、意外だな。何を言う、当然だ。私は父に恥じるようなことはしない。そっか、立派なお父さんなんだな。はあ、本当に勇敢な人だった。メディナ、やっぱり今日は休んで、明日また動いた方がいいと思うぜ。余計な世話だ。お前たちは好きにすればいいが、私は関係ない。夜に闇雲に動いたら獣に襲われるかもしれない。そうなれば元も子もないだろう。お父さんだって心配すると思うぜ。ムカつく。よし、それじゃあメディナの分も夕食作りと行くか。持ってきた布があるから、それで天幕を作るよ。寝る時になったらそこで休んでね。僕たちは外で一緒に毛布にくるまって寝るからさ。おお、さすがはユージオ君、繊細さのあるいい考えだ。おい、私は野営することにまだ賛成していないぞ。よし、ユージオはナイフでパン切ってくれ。無視するな。ごめんね、悪いけど、あいつのわがままに付き合ってあげてよ。まったくもってムカつくやつらだ。さてと、それと、楽しみだ。はい、ということで、ね、食事を作る。夕食はセルカから教えてもらったルーリット煮込みを作りましょう。料理を作るためにはレシピと食材が必要になりますと。骨付き肉、クイの実、バレインも香りキノコが必要です。ああ、なるほど。焚き火は料理をするためにあるんだ。ほう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 。ああ、野生動物倒さないと、多分肉は、手に入らない。あ、やっぱそうだ、ほら、左上。肉以外は持ってんだけど、この骨付き肉が、ないから、これじゃないね。肉は、肉はどいつから手に入るんだろうね。やっぱでかい生物だろうね。
っとレベル上げしながら肉をね集めたいと思います。こいつからさ、絶対ほら、絶対手に入りそうじゃない？きっと勝てる。出た？塊肉だから違うな。終わったね。あーでも絶対こいつらから出そう。出た？いや、出ないな。出ないな。よーし、じゃあ今日はちょっとここら辺で終わりましょうか。なかなか出ないんで、ちょっと今度出てから続きをやろうかなと、考えてます。はい、よかったらね、またご視聴よろしくお願いします。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。これから釣れるとか、これで釣れるとかないよな、もしかして。違うね。